綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、16番486ヤードと短いパイパイです。昨日萌花選手は2オンを狙いに行ってピンハイバンカーだったので、2オンできる可能性があると思います。真ん中にナイスショットです。ど真ん中から少々右、2打目の覚悟が素晴らしいです。アゲインストですが、アゲインストは260ヤード、どこまで近づかれるでしょうか。ちょっと右に出てしまいました。バンカー方面か。2打目はハザードに入ってしまいました。ラフ的にはこんな感じです。大変なことになってます。あのラフからそのまま落ちます。フラフです。この芝は非常に粘っこい芝です。スティッキーな芝です。日本にはないような芝なので、慣れるまで時間がかかると思います。ナイスアプローチでした。入れればパーセーブです。バルデス選手バーディーパットです。ナイスショットです。寄ってます。一つ前の萌花選手のショットは17番141ヤードの打ち上げのパー3のショットでした。ナイスパーでした。18番パー4、381ヤードです。
ナイスショットでした。花井選手、今日は1アンダーです。ちょっと右に出てしまいましたが、大丈夫でしょうか。135ヤードちょい上りのショットですが、ナイスショットでバーディーチャンスです。ハナ・バルデス選手、モイカ選手とほとんど同じ場所のからの135ヤード上りのショットです。ナイスオンでした。取ってます。バーディーチャンスです。バーディーチャンスです。アナ・バルデス選手、バーディーパットです。今日初バーディーになるか。ナイスバーディー。ナイスバーディー。リーダーボードが出ています。トップの選手は9アンダーですが、昨日モエカ選手と一緒にプレーしたサラ・ジェーン・スミス選手が8アンダーで1打差につけています。彼女は LPGA とこちらと両方出場できる権利を持っています。再来週のハワイのトーナメントには出られるようです。50ヤードパー4、1番。フェアウェイど真ん中のナイスショットです。打ち上げの149ヤードのショットになります。プラス10ヤード程度が必要だと思います。ナイスオンです。ナイスショットでした。花選手、135ヤード上りのショットです。ナイスオンです。下りの難しいパットですね。ものすごく速いパットになると思います。触るだけですね。止まるでしょうか。触っただけでした。触っただけでしたが、ナイスタッチです。ナイスバーディー。ナイスバーディー、アナ。ナイスバーディー。モエカ選手のパーパットです。
番ホール150ヤードパー3です。アナ・バルデス選手のティーショットです。150ヤードジョロシナイスショットでスピンに寄ってます。ワンピンです。さあ西畑選手ティーショットです。ちょっと左ですね。左ラフにこぼれてしまいました。左にこぼれてしまいました。こんな感じのラインになってます。まあ問題はなさそうなラインです。ただし少しフリップして上げないとロングが速いので止まらないと思います。少し難しいショットですね。さあ上げて止められるか。60度でしょうか。開いてます。ナイス寄せたと思います。花選手バーディーパットです。ナイスバーディー。ナイスパー。ナイスパー。打ち下ろした左ドッグです。ナイスショットです。ど真ん中110ヤードです。バーディーチャンスにつけ最強です。距離さえ合ってればいい感じです。寄ってます。ナイスショットです。バーディーチャンスです。バルデス選手2段グリーン下からかなり登っています。バーディーパットです。チン・ファン選手残念ながらダブルボギーポットとなってしまいました。ハザード内から出すように試みましたがうまくいきませんでした。モイカ選手のバーディーパットです。これを決めて取り戻してほしい。上がりませんでした。フックラインに見えるようですが上がりませんでした。ナイスパーでした。